まあいけそうだけどね、普通にヨーグリッチさんは特に問題なく。うわぁ、うまい。いやぁ、これ誰が矛持つ、これプーさん持つか。よっ、なあ、そっち行くか。これはやられたな。生きてるか。ハイプレ打って。いや、これあそこに立たれるとやばいな、リッター。逃げたか。右から来そうだな。あ、これ無理。あとリッターを抜いてくれないときつい。あー、これどうすっかな、これあ、もげさんいらっしゃい。なんでここで突然ファッションチャンネルに登録する人が増えるんだ。どういうあれなんだこれ。いや、それ手伝ってもよくね、大福さん。ぶっちゃけそこ、いや、行って。いやー無理か。やっぱ全員武器いないと普通にきついなこれ。
誰ローラーいないこれ。よしよしよし、よかった。作ったな今。ナイス。大福さんを寮に入れる前に花道を歩かせてあげたかったんです。産毛生えてるか。あー産毛か。あんまり若い時に、まあでもその多分電気シェーバー買うなら、まあ産毛程度だったら、まあ肌に優しいひげ剃り買った方がいいと思うから、フィリップスかな。フィリップスの電気ひげ剃りがいいと思いますよ。電気シェーバーが、あれ一番肌に優しいやつだからおすすめしますね。産毛程度だったら、まあそれで多分3年間ぐらい使えると思うし、まああとひげ濃くなってきたら、まあその時はパナソニックかブラウンのやつどっちかかな。まあパナソニックのやつでも5枚刃だから、まあ一番切れ味いいという。まあ俺はおすすめはそれかな。フィリップスの電気カミソリ売ってるんで、まあ、1万か2万ぐらいで買っとくと朝が楽だね。ヒゲめちゃくちゃ生える。もう伸ばしてるから俺2メートルぐらい。エイジスさん結構いろんな武器使うね。ケルビンか。綿の妹は水没屋さん。あの犬と一緒に写ってる写真あるじゃん。実はあの犬の毛って俺の毛なんだよね。さあミキさんがソフィア。綿の妹は水没屋さん。わらわら。くだんない嘘を言ってしまった。また人生ってある程度嘘つかないとなんかつまんないんだよな。息抜きできないっていうかさ、本当のことばっかり言ってると体疲れるな。あの日暑かったな。ワンちゃんも最近ね、庭で散歩させてやるとすげえすぐに疲れちゃってるよ。こっちとしては遊んでやる時間が短くなるから楽で済むんだけど。さあガチアサリこれどうだ。うまい。なんだかんだ浅部さんは何使わせてもやっぱりうまいわな。いやーうまいな。いやこのハンマーいやこれは録画もんでしょ。浅部さんの今の死に方やばいな。今の死に方ちょっと面白すぎた。ちょっと今のかな、今金城さんがやったのか。いや今のハンマーの当たり方やばかったな。完全脳天直撃してました。いやあれはかわいそうだ。わたの妹は水没屋さん。囚人を貫いてた。わらわら。あれはほんと死んだって感じだったな。なんかひどい死に方の中でも1位から3位に入りそうな死に方してたな。あこれ入れられるか。紫チームさ入れられるか。ちょっと紫チーム
ただみんなアサリ集めないんだよな。うまい。うまい。いや、ミキさんうまくない？うまい、イグス、エイジスさん。エイジスさんって読めばいいのかな。うまい、いくんじゃないこれ。お、いけるかこれ。逆転あるか。あと少し。うまい。うおー、すげえ。よく逆転すんなぁ。さあ、月見さんも暴走していくと。いやぁ。さあ、金城さんハンマー。さっき浅部さんをひどい殺し方した最強のハンマー使いだな。ハンマーじゃねえわ、ハンコだわ。これミキさんのでもね、やっぱあの坂道でのね、2キルぐらいのキルがやっぱり有効打だったんじゃないかな。有効キルってやつですか。さあ、タカポンさんはちょっとこれきついか。ああ、いやでもなかなかいい試合だったな。てか本当暑くなったな最近。大福月見さん、最後暴走はしてません。はいはい、なるほどね。いやいや、一発屋でも全然人生って生きていけっからね。さ、誰も割に来ねえんだけど。あ、パラチャンネルさん、いら、あれ、パラチャンネルさんって久々な感じするな。こんばんは。あー、これきつい、死ぬ。三か。パラチャンネルさん、久々ですね。久々です。おひさ。お元気してましたか。危ない。右から入ってきてない。これゴー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 。みんな俺持つから大丈夫。あ、三河さん、ゴゴゴゴゴゴ。新しいアニメかなこれ。ミキさんのブラスター強いな。エイジさん右から来てる。ナイス。あ、ごめん。三部さんが止めに来たか。なおちゃんうまっ。ガチで一人で何でもできるな彼。いや、なおちゃんマジうめえわ。感動だよ俺は。ナイス俺。ナイス。あー無理です。無理。やめて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 。
待て。あそこアサムさんいたのか。いや偶然ですあれは完全に。あープーさんかあれ。いやこれちょっと戻るか。うま俺。あ生肉さんだ。うまい、さすがなおちゃん。いやーうまいわ味方。でももっとうまいやつらいるんだよな。